ビューと風が吹く夜明け。古びた手紙、鏡の誘い、真夜中の汽笛。少しだけ不思議な夏の物語。これは最初の朝。眠気と時々が入り混じる旅立ちの日。夏葉さん、おはようございます。おはよう。おはよう、夏葉。どうやら、眠りの国から熱心にスカウトを受けているようだね。何か飲むかい？お湯、沸いてる？ああ。それなら、そのままもらってもいいかしら。了解だ。今は持ってくるよ。ありがとう。いい香りね。台所、何か作っているの？はい。みんなで朝のお弁当ば作っとったとよ。全員分あるけん、バスで食べんね。今、軽く何か出すこともできるけど、夏葉ちゃん、どうする？ありがとう。後でいただくことにするわ。はーい。お待たせ、夏葉。ご注文の白湯だ。暑いから気をつけて。助かるわ。ありがとう。どういたしまして。小金、そちらはどうだろう。何か手伝えることはあるかい？大丈夫。あとは詰めれば終わり。よね、ちよき。ええ。では、折り詰めをお持ちしましょう。問題なさそうだね。それなら私は、アンティーカの眠り姫を起こしてくることにしよう。一緒に双子の天使たちの様子も見てくるよ。ごめんなさい。ありがとう、サクヤちゃん。問題ないよ。チョコ、急げ！そろそろ出ないと遅れる。嘘、もうそんな時間？待って、ジュリちゃん、今行く！おや、二人はどこに行くんだい？カホのお迎えよ。私ら、ちょっと出てきます。寮出る時間までには戻りまーす。行ってらっしゃいませ。行ってきまーす。朝の静けさと、友人たちの賑やかさが混じり合うのは、心地いいものだ。みんな揃っての遠出は、やはり、浮かれてしまうね。プロデューサーさん、バスへの乗車状況について、報告よろしいでしょうか？いいえ。マミミさんとサクヤさんがまだ乗っていなくて。はぁ、眠う。それでも、全泊することでこうして間に合わせたんだ。マミミは偉い。これ、バス乗ったら寝ていいよね。そうだなぁ。部屋割りのくじ引きが終わったら構わないはずだよ。はあ、それがあった。代わりに引いておいて。まあ、そう言わずに。はい。あとは、朝日さんとメイさんですね。あれ？冬子ちゃんいないんすか？
朝日ちゃん覚えてない感じ？冬子ちゃんは船で合流だって言ってたし、家の遠さがマジ半端ないから、事務所寄りより直接行った方が楽なんだって。ふーん。うわ、やば！オッケー！今行く！行こう、朝日ちゃん！はいせ！イルミネ、問題ありません。昨日、みんなで確認のメッセ回したもんね。ふっ。お、マノノンたち優秀。うちは大丈夫。今回はサクヤにも見てもらったけん、平気ばい。お弁当も忘れとらんよ。ああ、コガネもマミミも忘れ物はないはずだ。私たちも。もちろん問題ないわ。強いて言うなら、持ち込んだお菓子が足りるかどうかが心配。いざとなったら、向こうで買い足せばいいだろう。アルストロメリアも大丈夫でーす。今日は、荷造り完璧。まあ、なんか忘れててもなんとかなるっしょ。うちらも平気。一日目、昼。旅のしおり、注意事項。誰かと一緒に行動すること。貴重品と連絡手段は肌身離さず。プロデューサーに行き先を伝えてから移動すること。その他は自由。思いっきり楽しむこと。送った。ひよりちゃん、連絡してくれてありがとう。ありがとう。うん。あ、もう返信。行き先了解だ。楽しんでおいで。だって。もちろん。泳げるし、飛び込みもできるし、上の方には展望台もあるんだよね。それで楽しめないわけないよ。あ、でも初日からあんまりはしゃぎすぎないようにしなきゃかな。明日は山の方を散策するんだもんね。うん、頂上まで行けないのは残念だけど。そうだね。でも本格的に登らなきゃいけないみたいだから。それに私、海も楽しみなんだ。言うほど、ホークラの皆さんも行くって言ってたから、向こうで会えるかも。バスの時間がもうすぐだって、千代子ちゃん慌ててたの。そうなんだ！あ、だからジュリ、部屋出るの早かったのかな？そうだと思う。うちの部屋も、カホが飛び出していったから。さすが。ホークラは、スケジュールにも勢いがある。出遅れた分、私たちも張り切っていこう。ああ。おお。待ってね、バス停までの行き方、見るから。うん、いつも任せっきりでごめん。ううん、私が心配なだけだし。私たち、泳げる方の遊歩道に行きたくて、バスに乗りたいんだけど。そっか！ありがとう！ありがとうございます。
緒には行かないっすよ。私は今、面白いことを探してるんす。そうっす。向こうの方が気になるんすよね。はいっす。バイバイ、おばあちゃん。桟橋のところでいいんだよね。ええ、あそこならみんなで飛べるわ。カホ、怖くないか？はい、大丈夫です。ふふ、飛んでこそ放課後クライマックスガールズ。行くわよ、みんな。せーの、やー。うわー、思ったより長いね。本当に飛んでます。総員、衝撃に備えて。すっごかったです。本当にな。対空時間長かった、長かった。ねえ、高さがあるとあっという間じゃないんだね。はい、私ヒーローもこんな気持ちなのかなーとか思っちゃった。ほら、仲間のピンチとかにさ、高いところからこう、さっそうと飛び降りて助けに入る、みたいなのない？ジャスティス5、9話のクライマックスのことですね。そうそうそう、みんなで見たやつ。そのさ、飛んでる時とか、こんな感じなのかなーって。ちょっと、わかる気はするな。ということは、つまり、この場で私たちは、ヒーローに不可欠な技術のトレーニングができるということね。その9話の再現ごっこでもしてみるか。これで罪です、ジャスティスピンク。そんな、助けて、ジャスティスレッド。ここでカホが飛び込んで、ドボーン、バシャ、決め台詞。待たせたな。ああ、リハは完璧。ありがとうございます。セリフはちゃんとカホに監修してもらうとして、楽しそうじゃない？はい、それに私、皆さんのヒーローも見てみたいです。あ、じゃあ一人一人決めゼリフ変えてく感じかな。ユリちゃんだったら、そんなに呼ばなくても聞こえてんだよ、みたいな。それもジャスティス5じゃなくないか。細かいことはいいじゃない。楽しく飛んでトレーニングも兼ねるのよ。はい、それではリンゼも一つ。わかったわかった。じゃあ上に戻ろうぜ。あの皆さん、ん、私再現の前にもう一回皆さんと一緒に飛びたいです。さっきのすっごく楽しかったので。賛成。行きますよ。キャー。ふん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 。あれ、なんか落ちてる。これ、ちょっと朝日。あ、冬子ちゃんす。あ、冬子ちゃんすじゃないわよ。あんたしおり読んでないわけ？一人で行動しちゃダメだって書いてあるでしょ。そんなことより発見すよ。だからそんなことじゃないの。これ瓶の中見てほしいっす。紙が入ってるんすよ。へえ、ボトルメール。ボトルメール？何が書いてあるんすかね。いや、別に大したこと書いてないでしょ。瓶に手紙入れて、川とか海とかに流すだけだもの。読んでみれば。
こんにちは。お友達になりましょう。あなたは誰？返信待ってます。住所みたいなのも書いてあるす。ちょっと読めないんすけど。それがボトルメール。住所が読めてれば、ここから文通にでも発展するんでしょうけど。残念でした。ふゆこちゃん、ペン持ってないすか？ん？このボトルメールに返事するっすよ。私からも、海に流すっす。一日目、夜。旅のしおり、時間について。夕方6時から朝6時までは、旅館の外に出ないこと。消灯時間は夜10時。夜更かしはいけません。ゆっくり休みましょう。おやすみなさーい。ああ、マジ布団ってば極楽。めいめい、てんちゃんみたい。今日はハードだったもんね。朝も早かったし、自由時間の後もみんなでトレーニングがあったし。プロデューサーも鬼だよね。何も遊んだ後にトレーニング持ってこなくてもさ。こっちは遊びに来てるっていうのに、おかげさまでクタクタだよ。でも、平和だなぁ。平和？うちのメンバーだと、ここから枕投げが始まったりするので。わぁ、バリバリに元気じゃん。ひひひ。枕投げとかトランプとか、ゲームがあったら対戦したりとか。階段は？階段は、その、怖い人もいるから、うちでは避けるかな。ほほー。ちなみにチョコちゃんって、どっち側？ノーコメントで。わかるな。お泊まりって、電気を消してからが本番って感じがするよね。ええー、ちゆきさんでも、そういうこと思うんだ。うん。楽しみなことがあると、眠れなくなっちゃったりもするの。マジで？一緒ですね。一緒。そしたら、三つ峰たちももっとお楽しみ、する？お？盛り上げていきますか？さすがホークラ。いいじゃん。楽しそう。とりあえず今日は計画だけにして、明日とかさ、本格的に朝活ならぬ夜活するのありじゃない？もちろん賛成です。私、枕投げってしたことがなくて。競技は全然枕投げじゃなくてもいいよ。トランプとか誰か持ってるだろうし。はい、実は私、持ってきております。さすがホークラー。それこそ、肝試しでもいいし。いや、ダメダメダメ、それはやめよう。全部できたら、楽しそう。それじゃあ、やっちゃう？はだって、明日の夜も明後日の夜もあるんだもん。楽しそうなこと、全部できちゃうんじゃないかな。ひゅー、ちゆき姉さんイケメン。肝試しは要検討だけど。ありがとう、ちゆきさん。他に夜こっそりできそうなこと、みんなで楽しんじゃうの。私はまずトランプに一票。はい、トランプだったらインディアンポーカーもやりたいです。インディアンポーカー。マノノンが初めてのゲームはちゃんと説明するからね。
の、そしたら、枕投げもやってみたいです。いいね。思いのほかアグレッシブ。いっそ、ホークラの精鋭たちとか呼んじゃう。多分、夏葉ちゃんとか、ノリノリでコンディション整えてから来てくれるよ。お部屋のものを壊さないようにだけ、気をつけなくちゃね。はぁ。それじゃあ、メイちゃんは、やりたいこと、ありますか？あれ、メイメイ。寝ちゃってるみたい。あらら、落ちちゃったか。まあでも消灯時間だもんね。メイメイが正しい。私たちも寝ます？そうだね。じゃあ、改めまして、おやすみなさーい。おやすみなさーい。千代子ちゃん？あ、ごめんね。早く明日にならないかなーって思って。こーら、チョコ。自分から言ったくせに、まだ寝ないつもり？違います、違います。ちゃんと寝るよ。今のはどうぞ、忘れてください。眠れない？ごめんなさい。違うの。私もだから。やっぱり、一緒ですね。そう。だって、すごく楽しいもんね。はい。みんなでこうやってお泊まりができて、明日も明後日も楽しみで、ドキドキするんです。寝なきゃいけないのも分かってるんですけど。そうなんだよね。どうしたらいいかな。羊？あ、ゆいかちゃん？いや、ごめん。チョコが言うみたいにあんまり平和だったから、つい。三つ峰も眠れないからさ、羊、一緒に数えさせて。二日目、昼。天気は晴れ。目を閉じても眩しいほどの。こんな日は、子供の頃のことを教えて。ボトルメール、波に投げ返した返事。私は朝日。中学生とアイドルをやっています。あなたは誰ですか？一緒に遊びましょう。カホちゃん、こっち！この先でボトルメールに返事したから。わー、すごいです。新しいお手紙来てるでしょうか？それを見に行くんだよ。待って、二人とも。あんまりみんなから離れたら。ああ、ダメだ。聞こえてない。カーホ、アサヒ、私も行くから待って。ふんふんふん。ボトルメールがあるか確認したら、すぐ戻ろう、二人とも。ずっと別行動してると、みんな心配しちゃうと思うから。はい、わかりました。これぐらい平気っすよ。遠くまで来てるわけじゃないし、ルール違反でもないっす。ダメだよ。その考え方じゃ、いろんな人に迷惑が。あ、ここっす、ここ。ここに昨日ボトルメールが。ああ！
も。お返事ありがとう。一緒に遊べるの嬉しいな。今夜、あなたの前で待ち合わせ。返事すよ、返事！ちゃんと返事が来たっす！はぁ、すごいです！いや、でも、待って。ボトルも紙も、結構古いものに見えるから。ん？昨日の返事として出されたんだとしたら、この劣化具合はおかしいと思う。偶然、返事に見えただけなんじゃないかな。あ、その、ごめんなさい。二人をがっかりさせたいわけじゃなくて、可能性の話を。じゃあ、この瓶は、時を超えたってことですか？確かめなきゃいけないっすね！え？実験室、今日の手紙にも返事を書くっすよ。カホちゃんもヒヨリちゃんもよろしくっす。はい。え？って私も。アサヒさん、ペンはありますか？あ、忘れちゃったっす。持ってくればよかった。じゃあ向こうでチョコ先輩たちに聞いてきます。待ってカホ、一人で行動するのはルール違反だから。元気だよね。え？泳いでる組。ああ、うん、そうだね。みんなもうずっと泳いでるもんね。海楽しまなきゃって言ってたよ。海って言ったら、日陰でジュースが一番だけどね。うん、今日もう一人は一緒じゃないの？え？てーんか。うん。天下ちゃんとは後で今日会ったことを教え合う約束なんだ。じゃあ、私とおしゃべりしてみて、どうでした？え？どうって言われても。ほら、感想感想。天下に報告するんでしょ？待って待って、急に言われても困っちゃうよ。そんなんじゃ天下退屈するんじゃない？まみみちゃんの意地悪。どうしたのかなお嬢さんたち。ずいぶんと賑やかな旋律が聞こえてきたけれど。あ、おかえり。おかえり。ただいま。二人とも元気なら泳ぎに行かない？めぐる、今戻ってきたばっかじゃん。だって楽しいよ、魚と一緒に泳ぐの。そうそう、マジで超ヤバ近い、魚目の前。潜るのが好みでないのなら、浮いているという手もあることだし、どうだろう。白鳥さんに乗せてもらえるんだ。ええ、私スワンフロートを持ってきてるの。ぜひ楽しんでちょうだい。今は遠慮します。おや、素敵な人魚たちが加わってくれるものと思ったのに。紫の人魚は休憩中なんで。青の人魚もです。休憩中ならしゃあないか。開けたらもっかい刺そうとして。本日の田中まみみは終了しました。プロデューサー、プロデューサーさんも泳ぎに来たの？もったいない、プロデューサーも泳いだらいいのに。私もめぐるに賛成だな。
海もあなたを呼んでいるように思えるよ。私、さっき売店に寄ったんだけど、一式揃えられそうだったわよ。あなたも飛び込みを体験しておくべきじゃないかしら。まあ、金槌のプロデューサーには難しい遊びかもしれませんけど。ありゃ、だとしたら悪いことしてる？じゃあ行ってきた方がいいって！いけるしょ、プロデューサー！それじゃあ、売店はこっちです。プロデューサー、頑張って！2日目、夜。真夜中の廊下。何にもないのに、足がすくむ。暗いだけ、何にもないのに。本当に、何にもないの？古い家は、夜になると、不思議が起こる。目、覚めちゃったな。まだ夜中なのに。はぁ、もう、水でも飲んだら落ち着くかな。暗い。こんなにとは思ってなかった。電気つけたらダメかな。ダメか、明るくて起きちゃう人もいるかもしれないし。大丈夫、月明かりもあるし、真っ暗ってわけじゃない。昼間だって何度も通ったでしょ。大丈夫、何も出ないし、変なものにも合わない。ちょっと水を飲んで部屋に戻るだけなんだから。角を曲がれば食堂、角を曲がれば食堂。あっ！うわぁ！ごめんなさい。天下ちゃん、ひよりちゃん、大丈夫？ぶつけて怪我とかしてない？ビビんなくても平気だよ。ただのうちらだから。え？みんな？そう、みんなだよ。あの、笠野さん、ごめんなさい。ぶつかっちゃって。え？私こそ、前をしっかり確認できていませんでした。だから、すみません。それに、取り乱して、恥ずかしいところを見せました。忘れてください。ひよりちゃんも水飲みに来たけ？え？そうですけど。なら、ちゃっちゃと飲んでくるといいよ。うちら待ってるからさ。はい。じゃあ、メイさんとチユキさんも食堂に行っていて。そうそう、うちが怖いから付き合ってもらってたの。チユキさんマジ神。まあ、メイちゃんたら大げさ。大げさじゃないって！怖い人間からしたら本当に仏だから！で、
テンカちゃんとキリコちゃんはゲームしに来たんだよね。うん。夜だけ出てくるモンスターをやっつけに。夕刻さん、一緒に来てくれた。テンカちゃん、モンスターさんから守ってくれるの。そうだったんですね。てかさ、廊下の暗さやばくない？うち、ほんと千雪さんいなかったら歩けなかったと思うんだけど。わかります。私も部屋を出た時、ひるみました。だよね、だよね。でも、ひよりちゃん一人だったじゃん？勇気ある。いえ、そんな。こうやって、皆さんと一緒にいられると、安心感が違います。わかるわー。やばいもん見ちゃっても大丈夫っていうか。やばいもん？で、朝日ちゃん？アイス、メイちゃん、やばいもん見たんすか？詳しく教えてほしいっす。違うって、まだ見てないから。てか見たくないし。なんだ、そうなんすね。じゃあもう用はないっす。私は行くっすね。待って、朝日。うん。行くって、どこへ？お友達と会う予定があるっす。お友達って、誰？わからないっす。島の人？知らないっす。朝ちゃん、それ大丈夫な？大丈夫って、何がすか？あ、旅館からは出ないっすよ。6時はまだっすから。じゃあ、旅館のお客さんなのか。いや、でもさ、だからってダメじゃね？こんな時間に会いに行って平気？ちゃんと約束できてる？約束はできてないっすけど。そういうことなら、朝になってからにした方がいいんじゃないかな。お友達も、せっかく朝日ちゃんと遊べると思ったのに、まだ夜中だったら、どこにも行けなくて困っちゃうでしょ？それは、確かに。一旦部屋に戻ろう。旅館にも、相手にも迷惑をかけるかもしれない。わかったっす。何か光ったっす！ちょ、朝日ちゃん！なんかやばい感じするじゃん、それは！でも気になるっす！天下たちも！鏡っすね。だから、ほら、大きい鏡とかやばいじゃんって。もっと近くで見ないとわかんないっす。芹沢さん、待って。無理無理、うちは無理だから。鏡は、鏡だから、大丈夫。そうは言っても、みんな、なんで怖くないん？そうね。私、見てきます。何か、ある？何もないっすね。つまんないっす。何もなかったなら、早く戻ろう。朝日ちゃん、足元。ん？落とした？それ、おもちゃの切符？切符。離島発天井行き。
牡蠣の実有効。3日目、夕方。海風と湯煙。水平線に夕日が沈んでいく。一日が終わるのを惜しみながら、ゆっくりゆっくり、できないのが残念。張り余る元気が許してくれない。はぁー、よかおゆばい。はぁ、極楽。はぁ、この温泉とも今日でお別れやけん、もっと満喫せんば。うんうん、せっかく水着着用の温泉だしね。今は貸し切り状態みたいなもんだし、広いお風呂で人暴れありじゃない。待て待て待て、ありなわけないだろ。あんたがふざけると収拾つかなくなるっつーの。そこは大倉名ツッコミ役の腕の見せ所なのでは。なんだそれ、私そんなんになった覚えねえぞ。そんな、まさかジュリチ自覚なしであの偉業を。何のことだよ。ああ、やめやめ。まともにやり合ってると、ずっと遊ばれんだ。ジュリチ、三つ峰の扱い方慣れてきたじゃん。おかげさまでな。ユイカもジュリも息ぴったりばい。やめろよ。風呂ぐらいゆっくり入らせろって。なん？ジュリ、疲れとった？いや、そういうんじゃねえけど、今日も磯田なんだ歩き回ったからさ、ほぐしときたくて。それは確かに、マッサージは大切だもんね。そうそう、明日筋肉痛になったら笑えねえし。西条さんでも筋肉痛なる？そりゃなるよ。普段動かさないとこを動かしたりするとすぐだし、今も足が張ってる感じがするんだよな。探検、なかなか手強いな。そっか。探検？チリちゃん、それってもしかして、アサヒちゃんも一緒だった？ん？ああ、いたよ。カホが仲良くなったんだって言っててさ。一日あれと探検？どうした？ううん、なんでもないの。アサヒちゃんもそういう話をしてたなぁと思って。それより、アサヒちゃんと遊んでくれてありがとうね。ああ。それで、何かご迷惑になるようなことをしてたりは。そんなんねえよ。みんなで楽しく遊ばせてもらった。ならよかった。なんだよ、冬子。そんなに心配だったのか？少しだけ。でも、ジュリちゃんが優しくて助かっちゃった。今、そういうのは関係ねえだろ。確かに、ジュリは面倒見のよかよね。だから、そういうんじゃねえんだってば。皆さん、楽しそうですね。私たちも混ぜてもらってもいい？ちゆきさん、はずきさんも。二人もお風呂だったんだ。そうなの。ここ、いろんな温泉があるから、いっぱい入ってきちゃった。ね、はずき。ですね。すっごく癒されました。じゃあ、ここでも癒されるの、更新。そうですね。ああ、
ゆばい。3泊4日、あっという間やった。て、天下ね。ん？天下、明日、朝しか出てこないモンスター、探しに、幽谷さんと、お散歩する約束、した。だから、その、合宿、まだ、終わらない。天下、よかこと言うね。帰るまでが合宿やもんね。やっぱりまだまだ満喫せんば。つい、皆さんより長いしちゃいましたね。そうだね。外のお風呂って気持ちよくって。わかります。夕焼けになってるのも綺麗だし。マナちゃん、露天好き？はい。みんなと写真も撮れたので、素敵なお風呂でした。そっか。でも、こうしてゆっくりしてると、アイドルだってこと、忘れちゃいそう。ふゆちゃん？ごめんね、独り言。なんでも。いえ、こちらこそごめんなさい、おばあさん。ふゆたちにご用ですか？おととい道を教えてくださった。お知り合い？最初の日にお世話になったんです。遊歩道までの行き方を教えていただいて。そうだったんだね。おばあさん、ありがとうございます。はい、とても、ありがとうございました。そうしたら、おばあさん、もう一つ喜ばせてくれませんか？記念に、おばあさんと写真が撮りたいなって、どうでしょう？ほ、素敵！おばあさん、もしよかったら、お願いします。そんな、とんでもないです。ありがとうございます。いきますよー。3、2、1。ごめんなさい、おばあさん。冬たち、一応こっそりここに来ているので、アイドルだってことは、みんなには内緒にしてもらえると。すみません。はい、おばあさんと冬たちだけの思い出でお願いします。4日目。朝6時。カホちゃん、起きて。最後の探検。ですね。うん。昨日拾ったお返事に書いてあったんだ。迎えに行くって。だから、ボトルメールの子、きっと来るよ。もう一度、
あの浜辺に行ってみよう。空が、なんで、こんな、暗いんだろう。変ですよね。昨日までは、この時間、こんなじゃなかったはずなのに。時間、間違えてたりとか。しないよね。出かけるのは、明るくなるまで待った方がいいでしょうか。でも、笠野さん、マノちゃんたちとジョギングするんじゃ。はい。なので二人にも相談して。あれ？カホとアサヒ。え？外？二人も出かけるのかな？部屋にいないと思ったら。待って、二人とも。浜辺に行きたいのは分かった。でも、明るくなるまで待ってからにしよう。なんですか？しおりのルールは全部守ってるっすよ。そうだよね。でも、こんなに暗いの、心配。うん。それとね、二人とも、お部屋の誰にも言わずに出てきたんだよね。はい。旅館の中の探検と、外に出るのは違うと思うから、そういうのは、ちゃんと誰かに言ってからのが、いいかな。ごめんなさい。ああ、その、天下こそごめんなさい。でも、天下ちゃん、怒ってるんじゃなくて、きっと、心配なだけ。一度、部屋に戻ろう。明るくなったら、探検してきても大丈夫だから。朝日さん。わかったっす。ありがとう。じゃあ。あれ？ひよりちゃん、どうかしたっすか？うん。なんでもない、はず。ただ、でも。ん？キリコさん、天下さん、旅館ってどっちだかわかりますか？え？今来た道。あれ？見えなくなっちゃった。そんなに遠くまで来てないですよね。違う道に入っちゃったっすかね？そんなはずは。じゃあ、とりあえず歩いてみるっす。もしかしたら旅館にも着くかもしれないっすよ。そっちから来たんだから、そっちに行くっす。ね。朝日さん、一人は危ないです。ここ、さっきも通った気がするっす。なんか進んでる感じがしないんすよね。ダメだ。やっぱりずっと圏外。連絡取れなさそうですか？でも、さっきまでスマホでゲームできてた。お日様と同じで、電波も隠れてるのかな。歩き始めてからそれなりに経ってるのに、全然見覚えのある場所に出ないですよね。なんだか、変な感じ。空も暗いままだし、明るくなるまでここでじっとしていた方が。あ、向こう明るくなってるっす。何かあるかもしれないっすよ。
ですよね。なんであんなにキラキラしてるっすか？星も、キラキラ。すごいです。確かに、すごいけど。でも、なんで、こんな、高いところまで。天上の地って書いてあるっす。ここ、そういう名前なんすね。もっと先まで歩いたら、今度はどこに着くっすかね。とにかく行ってみたいっす。やっぱり、おかしいです。あ！ここからの景色は綺麗ですけど、私たちに見られるはずがないんです。何ですか？だって、今ここにいるんすから。だから、それがおかしいの。天上の地って、山の頂上につけられた名前。何時間も歩かないとつかないような頂上の。ここに来るまで、私たちは山なんて登ってない。本当だったら、こんなところになんてつかない。でもついてるっす！そうなんだけど、戻れなくなったら、どうするの？今の音、何ですか？戻ろう。うん。戻りましょう、朝日さん。ええー、嫌っす。この先にもワクワクがあるっすよ。体験しないなんてもったいないっす。お願い、朝日。ああ、引っ張るのはずるいっすよ、ひよりちゃん。そんなこと言われても、話さないから。行きましょう。はい。こっちで合ってますよね。うん、多分。もう逃げないから話してほしいっす。皆さん、もう少しだけ頑張ってください。トンネル。さっき通ってないっすよね。なんでここにトンネルがあるっすか？朝日、いいから。風が。大丈夫。風の通り道。きっと出口があるんだね。え？ダメだってば、朝日。引き返しちゃダメ。でも。あ、皆さん、トンネルの出口が見えてきました！天下、知ってる。こういうのは、ゴール。はい。きっと、ここを抜けたら。うん、きっと。ここ港の近くの。戻ってこれた。はい、この辺りはチョコ先輩たちと探検しました。よかった。爪と雨。晴れてるのに。今は晴れたけど、
今日の朝はすっごく天気が悪かったって聞きました。だから暗いままだったんだって。じゃあ山の上の不思議な音は。そうなんですね。青い光も夜行中だろうって話っす。これで謎は解けたっすね。はい。でもせっかくの不思議だったのにな。あさひちゃん、かほちゃん、ふゆさん、こっちです。二人ともここにいたんだね。すぐ見つかってよかった。もうすぐ出発時間になるから戻ろう。はい、朝日さん行きましょう。あれ、おばあちゃん帰っちゃったんですか？え、そんなことないけど。あれ、さっきまでお話ししてたってこと？そうなんですけど。ああ、最後のご挨拶ができなかったのは残念だけど、行こう。ね。ほら、朝日ちゃんも。おお。なあちゃん、どうしたの？ううん、3泊4日、あっという間だったけど、結構長かったなーって。こんなに天下ちゃんと別々だったのなんて初めてだもん。なあちゃん、合宿どうだった？もちろん最高だったよ。そっか。天下も最高だった。また来たいね。うん。あの、二人とも。ごめん、やっぱり何でもなかった。それより、マノ、難しい顔してたけど、スマホ、どうかした？ううん、そんなに大変なことじゃないの。あのね、写真が一枚消えちゃってて、昨日のお風呂の帰りにおばあさんと会ったんだ。最初の日に道を教えてくれたあのおばあさんなんだけど、冬ちゃんと三人で写真を撮ったから、ひよりちゃんとめぐるちゃんにも見てもらいたくて。それが消えちゃってたの？うん。なんでなんで？せっかくなのにショックだよね。うん、不思議だなって思って。マノ、めぐる、ん？私、少し話したいことがあって。帰りの船の中で聞いてもらえないかな？私もまだ整理できてないし、不思議な話なんだけど。で、一人で何度も飛んでたんだよね、プロデューサー。飛び込み気に入っちゃったみたいで。ドボーン。残念でしたね。無理でしょう。うん、きっと忘れない。ほら、みんなもう集まり始めてる。遅れちゃったら大変だよ。はい。
もないっす。今行くっすよ。